リパーさん、ご案内します。ガマ病院の室内。これって隠されており、病室のドアの施錠。この仕事いつからだ？2ヶ月前からだ。いい仕事だよ。山崎さんは有能だしな。あ、くそ。透明人間みたいな。いや、透明人間かどっちかっていうとアメコミヒーロー的な。やっべえ。どっちかっていうとみんなが。お前確かキュレーターの。なんだ。さてと、配電盤の修理なんて楽勝だろう。こんなの直せるかってのはわけわかんねえし、なあ、こいつは直せねえって。元気かい、シェフ。